はい、うっちゃんのやるです。今日は久々に新原ご編ということでよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、今日は何をやりましょうか。バスに乗るときに必要な単語編です、うん、バスに乗るときの単語、単語とか表現とか、スリランカでバスが非常に重要な。そうですね、はい、庶民の足入れです。乗りこなせればだいぶできるところは広がると思うんですけど、はい、その時に皆さんからどんなバスの種類があるのかとか、うん、はい、最低限新原語で知っておいた方がいい単語っていうのの質問を受けるので、それについて今日はやりたいと思います。はい、はい、行ってみよう。ではうっちゃんさん、まずスリランカにはバスが大きく分けて2種類ありますね。2種類の分けるやつね。はい、その場合は赤いのは国営とかそういうこと。あ、そうです、それノーマルバスなんですね。ノーマルバスとインターシティの分け方。そうですね、はい、ノーマルバスとインターシティ、はい、AC バスっていうやつですね、はい、がありますね。ノーマルは鈍行みたいな、はい、でインターシティっていうのはちょっと特急みたいな、エアコンがついてるものの方が多くて、はい、AC バスって言ったりもするんですけど、はい、そんな感じですね。そんな感じですね、はい、で AC バスは見た目的にはバスっていうちっちゃいマイクロバスですね。あ、そう、そういう感じです、はい、でプライベートバスと CTB バス、その国営バスというのがノーマルバスの中にあって、はい、そんなに違わないです。外見が赤っていうのは国営の方なんですけど、はい、何が違うかっていうと、国営の方がやる気がないんでそうなんですよ。そうなんです、やる気ないんで全然ガラガラでもバンバン出ちゃうんですけど、プライベートバスはやっぱり儲けなくちゃいけない、出来高制ですからね。だからお客さんずっと待ってるけど何分も出なかったりするんだよ、はい、で例えばじゃあ国営バスだからなんか運転が綺麗、なんか丁寧とか、なんかそういったことも特になく、うん、個人的には本当にあまり変わらないと思ってるんですけど、どっちもドアは両方とも開いてますし、両方とも運転はなかなかの、それはね、運転手によるんだよね。そうですね、安全運転の人もいれば、もうやばいだろう、ね、座ってても捕まってないといけないっていうぐらい荒いのもあります、ね、はい、ということでまずですね、はい、バスが AC バスとノーマルバスというのがあって、はい、ノーマルバスの中でもプライベートバスと、あとは国営の CTB バス、うん、赤いバスというのがあります。はい、乗るときにですね必要な単語を今日はいくつかやりたいと思います。はい、新原ですね、はい、まず座席ですね。あ、シート、はい、シート、その通りです、はい、座席はシートエカです。シートエカ、はい、一席のことをシートエカと言います。シートエカ、はい、それも英語と言ってもいい。そうですね、英語ですね、英語にエカがついてる感じです。はい、バスはですね、通常車掌さんがいますよ、うん、あの人が呼び込んだりとかお金返したりとか、そうですね、はい、する人のことをコンドスターって言いますね。それも英語じゃないですか。そうなんです、大体そう、大体英語でコンドスターという、大体お兄さんですよね、はい、お兄さんとおじさんが男性の人がやってて、その人にお金を払う、はい、そうですね、もしその人呼びたかったらコンドスター。お金を払うことですね、お釣りをもらえないことがあります。お釣りという新原語が分かっているととても便利なんですけど、お釣りのことをイトゥルサウリと言います。あ、そうだね、はい、全然使ってないそうです、ね、はい、イトゥルというのは残りという意味で、サンリはお金で、残ったお金でお釣りという意味になります。イトゥルサンリ、上に大きなお金で渡しても嫌がられますね。そうですね、ないことが多いんですよ、ないことが多いんですよ、ね、そう、なので小銭のことをマールサリー、そう、マールサリー、そう、マールサリー、マールサリーって言われる言われます。小銭に知ってくれ、はい、で、私たちが小銭がないと言いたかったら、マールサリーねーですね、はい、マールサリーイトゥルサリーという言い方があります。多分バスで一番こう多いトラブル、お金のことだと、皆さんも心配なこと、お金のことだと思うので、この2つを覚えておくといいと思います。はい、はい、さて、料金ですね、レシートみたいなのをこう渡して、お金をこう言ってくれる人もいるんですけど、いくらか口頭で聞きたいときは、いくらですかと聞きますね。キーヤだ。はい、そうですね。キーヤだと聞きます。ね、これまでやってきたやつですね。キーヤだ。例えば、お釣りをくれない、うん、と言ったときは、お釣りください。うん、どうしてますか。でも、そんなに言うほどないけど、でも、デンナーですよ。デンナー、そうそう。キルサリデンナー。そう、イトゥルサリデンナー。その通りです。はい。イトゥルサリデンナーと言ったら、ちゃんとお釣りをくれます。例えば2ルピーとか3ルピーとかはスリランカではね、もうないと切り捨てみたいな感じになるんですよ、はい、だから
損する場合もあるんだけど得する場合もあるんだよ、ね、スリランカらしくて私はすごく好きなルールなんですけど、はい、もしなかったら OK、うん、だけど帰ってこないこともあってまあトントンみたいな感じで助け合い精神ですね、はい、でも例えば100ルピー帰ってこないとか200ルピー帰ってこないというのはちょっと多すぎですね、うん、そういう時はイトゥルベンナと言います、うん、はい、イトゥルベンナですね、はい、ではバス乗ります、降ります、はい、どうぞ、さすがうちゃんさん帰ってきたばかりですからね、なぎなわですね、はい、乗る、降りるはバヒナワ、それのはマリウカ、そうですね、バヒナワ、降りる時なんですけどカンカンって鳴らすベルみたいなのが、はい、紐でこう引っ張るベルみたいなものがあるあった、ね、そう、ところも押したりするのがあるけど、でも言ったのは早い、そう早いです、バヒナワ、壊れてることもありますから降ります、バヒナワ、降ります、はい、降りますという形ですね、はい、はい、ではですね、これができた後によくバスがこう止まって停車してるのとか AC バスとかだとあと1時間に1本とかっていうのがあるので何時に行きますかというのが聞けるととても便利です、何時に行きますかというのは聞いやただやんねん、行くのは何時ですか、そうです、そうです、こうやって聞くと何時に行くよとかってどこで AC バスは教えてくれるのでノーマルバスは、ね、そんなの聞く必要ないんですけど、はい、AC バスの時は止まってる時にティーヤとかやんねって聞いて、例えばあと30分とかあったらお水買ってきたりとか、はい、ね、お手洗い行ったりとかすることもできますので、はい、ぜひですね AC バスに乗る時何時に出るか分かんなかったらティーヤとかやんねと聞いてください、そうですね、はい、あとこれ私のやり方なんですけど、バスに乗って行き先が決まってていくらか分かんないことって結構あるじゃないですか、いつも乗ってたら分かるけど、はい、大体感覚としてどれぐらいなんだろうって分からなかったときは隣のおばさんとかにこっそりいつもはいくらって聞きます、私、うん、ダンブーラまで行きたいんだけどいつもはどれぐらいとかって聞くと、うん、コンドッサラの自宅金額がぼったくりなのかどうか分かるので、うん、私はいつもそう、うっちゃんさんも言われた気の話、いや俺はでもぼったくられてないと思ってる幸せぼったくられないよ、だいたい新花の話してるな、そう、ぼったくられないです、ぼったくられないことが多い、ぼったくられるね、路線っていうのはだいたい決まってて、あ、そうなんですね、空港からどっかに行くやつ、あ、なるほど、それは外国人が多いって分かってるからそこの線が一番狙われるんですけど、あんまりノーマルなのはほとんどないですよね、そうなんですね、コロンボキャンディー館とかやっぱその外国人によく乗る、まあね、そういう線が多いんです、多いかなって気がするので、ね、皆さんぜひ気をつけてください、ちなみに今空港からはいくらですか、コロンボまで空港からこの前出してましたよね、動画、そうですね、ぜひご覧ください、はい、ということで今日はスリランカのバスの種類のお話ですとか、あとは使う名詞、あとよく使う熟語ご案内しました、でもウチワさんはさすがほとんど分かってらっしゃいましたね、まあバスはね乗るからね、普段ノーマルバスですか、うん、ノーマルバスと、うん、あとまあつぶつぶ使う場合もありますけど、うん、でも生活者だとねバス使わないと結構金額かかりますからね、はい、はい、ということで皆さんもぜひ旅行に行った時は短い時間でも乗ってみてください、はい、はい、はい、ありがとうございました、はい、ということでまたありがとうございました、はい、はい。